洋上をよく、大波平成18年度間間式の予行で、紫と共に、東京湾を高校毎海軍、ジョン・エス・マケインと並走中の、大波 127mm 砲から砲弾が発射された瞬間大波は、海上自衛隊の護衛艦、高波型護衛艦の2番艦、艦名は、大きな波に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍遊具型駆逐艦、 大波、綾波型護衛艦、大波に続き三代目にあたる。大波は、中期防衛力整備計画に基づく平成10年度計画4600トン型護衛艦2 2 4 5号艦として、三菱重工業長崎造船所長浜仙台で2170番船として2000年5月17日に、寄港され、2001年9月20日に、浸水、2002年7月9日に、 公司開始、2003年3月13日に収役し、第1護衛隊軍第5護衛隊に編入され、横須賀に配備された。2004年11月25日、テロ対策特別措置法に基づき、護衛艦、懲戒、補給艦、摩周とともに、インド洋に、派遣、2005年3月まで任務に従事し、5月10日に帰国した。 2007年9月4日から同月9日にかけて、インド洋、ベンガル湾にて、インド主催による多国間演習である、マラバール2007に、護衛艦、夕立と共に参加した。2008年3月26日、護衛隊改編により、第2護衛隊軍第6護衛隊に編入された。2009年4月14日午前11時15分頃、沖縄中城進行に係留中。 入港産業中のカンボジア船籍の貨物船産フラワーが接触し、左限艦主部が損傷する事故を起きる。2009年7月6日、日韓救難共同訓練が日本海において実施され、護衛艦、アブクマ、P-3C 哨戒機3機と共に参加し、韓国海軍駆逐艦、ヨーマンハル、王権と訓練を実施した。2009年12月4日、 8時45分時頃、高知県足摺岬沖合南約 130km において、海賊対処訓練実施中に護衛艦、沢切りが右後後部に追突する形で接触する事故が発生した。双方とも怪我人はなく自力航行は可能であった。これにより、甲板上の落下防止用鉄製作が変形した。2010年1月29日、 第4次派遣海賊対処行動水上部隊として、ソマリア沖に向けて出港、領艦となる沢切とは途中で合流し、2月25日から5月31日まで32回、合計283隻の船舶を警護した。7月2日、横須賀に寄港。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し、 地震発生から89分後、災害派遣のため横須賀から緊急出港した。2011年10月11日、第10次派遣海賊対処行動水上部隊として、護衛艦、高波と共に横須賀基地を出港、ソマリア沖、アデン湾に向かい、翌2012年3月12日に帰国した。2012年6月9日、 日印国交60周年の記念も兼ねて、訪日中のインド海軍艦隊と相模湾にて、護衛艦、旗風と共に共同訓練、ジメックス12を実施した。2013年2月5日の報道によれば、同年1月19日1700時ごろ、東、ナ海で、中国海軍所属の郊外愛型フリゲートが、本艦が搭載しているヘリコプターに向け書き、 完成レーダーを照射した疑いがあることを防衛省が明らかにした。中国海軍レーダー照射事件も参照2014年7月15日、第19次派遣海賊対処、行動水上部隊として、高波とともに横須賀基地からソマリア沖、アデン湾に向け出港した。その後ソマリア沖での海賊対処行動を駅とに、 つくが、両艦が日本に向け東南アジア付近を航行中に、エアアジアパス1501便墜落事故が発生した。日本政府は両艦に派遣命令を出し、1月3日から9日までの間、エアアジア航空機消息不明事案に関する国際、緊急援助活動に従事し、1月24日、横須賀に寄港した。2017年11月3日、太陽国及び、 同国周辺海空域で実施される、アセアン創立50周年記念国際観艦式に参加するため横須賀を出港し、11月14日、パタヤに入港、同20日に国際観艦式に参加した。帰国途上の11月22日には、南シナ海において、オーストラリア海軍フリゲート艦、メルボルンと日豪共同巡航訓練を実施し、 さらに11月28日には、フィリピン共和国周辺海域において、フィリピン海軍コルベット艦、ミゲルマルバーと、親善訓練を実施した。2020年4月26日、第36次派遣海賊対処行動水上部隊として、横須賀基地から、ソマリア沖、アデン湾に向け出港した。同年8月29日には、 アラビア海北部西方海域において英海軍フリゲートアーガイルと10月3日にはアデン湾でパキスタン海軍フリゲートズルフィカルと海賊対象共同訓練を実施した。さらに10月5日から6日にかけて欧州連合海軍部隊と共同訓練を実施し、それに引き続き10月15日には欧州連合海軍部隊とジブチに共同寄港した。また、 任務終了後の帰国途上の11月3日から6日にかけて、インド東方海空域において彦目印号、共同訓練に参加した。米海軍からは、駆逐艦、ジョン・エス・マケイン、インド海軍からは、駆逐艦、ランビジャイ、フリーゲート艦、シバリック、補給艦、シャクティ、潜水艦、シンドライ、P-8 ア等が、豪海軍からは、フリーゲート艦、バララットが参加し、 対戦線訓練、対空戦訓練、対水上射撃訓練、対空射撃訓練、洋上補給訓練等を実施、引き続き6日から7日にかけて同じく、ベンガル湾において、ジョン・エス・マケイン、バララットと非米合共同訓練を実施した。11月24日に、横須賀基地に寄港する。現在、第2護衛隊軍第6護衛隊に所属し、定携校は、横須賀である。 ありがとうございます。